こんにちは、ジェネドルのありちゃんです。今日はなんかこういっぱいあるんですけど、今日は何をするんでしょうかね。はい、何ですか。あー、今日はこれを作る。いちご飴かな。今流行ってるやつですよね。これを作るってことですか。はい、というわけで今日はいちご飴を作りたいと思います。イエーイ。私作り方とか知らないんですけど、これは勝手にやれって感じですか。わかりました。じゃあちょっとなんかいろいろ並んでるので作りまーす。まずじゃあお湯ですかね。お水じゃあ入れます。スイッチ入れて、ここ入ってんのかな、スイッチ。じゃあ強火で沸騰させたいと思います。沸騰させていいんだよね。いいよね。これって砂糖かな。なんか白い粉が3つ。これ明らか分量少ないし、なんか怪しい。あとこれは砂糖ですよね。グラニュー糖。じゃあ違うか。これ砂糖なのかな。これなめてもいいですか。うん、甘い。あ、これ砂糖だ。これ砂糖の種類とかって関係あるのかな。これは結構、これ塩かな。あ、砂糖だった。これは、これ明らかに少ないから、これ塩。塩入れます。これなんかスパイスってこと。あ、ちょっと待って、引っ掛けかな。本当は入れなさそうで、本当は入れなきゃいけないみたいなやつかな。じゃあどの砂糖いきますかね。なんかこれ1個あるし、これいっちゃいますか。これ全部いっちゃいますね。じゃあ全部入れました。で、よかった。なんか甘じょっぱいのが美味しいって言うじゃないですか。これ塩ね。ちょっと塩コショウ的な感じで入れてみます。多分これで甘じょっぱくていい感じになるんじゃないかなってちょっと思います。で、私のイメージですけど、これをかき混ぜて、で、いちごにつければいいんじゃないかな。あ、なんかいい感じですよ。あの、茶色い感じで。でも透明？でもいちご飴って透明だよね。合ってるかな。あ、でもなんかちょっとトロトロしてきたかも。じゃあ刺します。いちご美味しそう。これヘタちゃんと取ってね、やらないと。大丈夫かな、これ。色茶色いんだけど。心配。うわ、でも、すごい。お祭りっぽい。今年はね、こういうご時世で多分お祭りとか行けないから、お家でできますね。お祭り気分。かわいい。イエーイ。これこんな格好で入れればいいかな。でもこれ落ちちゃった。どうしよう。なんかないかな。回したい。よし、竹串で。え、ちょっと待って、これでこうやって蓋すれば飴になる。ダメ。なんかスタッフさんにいちご飴ってそんな簡単にできるんですかって聞いたら、なんか10分ぐらいできるよみたいな言ってて、こういうことか。こうやってスプーンでこうやってつからせて。でも全然なんか砂糖感ないんだけど、合ってるかなこれ。
え、てかこれいちごかけちゃう灼熱で大丈夫かな。ちょっと温度下げてみよう。いけるかな。とりあえずなんか高級バウムクーヘン感ん、じゃあ高級なバウムクーヘン屋さんみたいにちょっととりあえず回してみました。いい感じにふやけてないですか。でもなんかただ問題一つ問題なのがめちゃめちゃ茶色いっていう。これ以外にじゃあいちごちゃんをのせましょう。で、熱そう。どうしよう。救出します、いちごを。どうしようかな。冷えてんのかなこれ。あ、でもなんかそういちごジャムの匂いするよ。いちごジャムっぽい。あ、すごいいい匂いする。美味しそう。匂いがよく昔おばあちゃん家で砂糖をめっちゃまぶしたいちごちっちゃい子が食べてたの匂いです。これいい感じじゃないですか。結構美味しそう。ちょっとさ、オリジナルクッキー出そう。ちょっと甘じょっぱい感。これ塩分過多で死にそうだね、これ食べると。いや、これ絶対美味しいと思う。これって試食ってスタッフさんですよね。そうですよね。私が食べるんですか。スタッフさん、私が愛情込めて作ったやつスタッフさんが食べてくれる企画ではないですか。いつもの感謝を込めてみたいな、そういう企画ではない。完成、イエーイ。じゃあこれを食べます。食べます。じゃあいつもお世話になってるスタッフさんに、いつもありがとうございます。試食、美味しいですか。いちごジャム、いちごジャムって言われた。いちごジャムらしいです。じゃあ私もちょっと一口。なんかブヨブヨないちごだ。しかもこんだけ砂糖入れたのにそんなに甘くないですよね。まず固まってないし、すごいブヨブヨ。まあでも美味しいけど、ジャムとしては美味しいです。でもこれいちご味ではない、いちご飴ではないですね。美味しいけど、さっきの私のいちご飴はもう完全にいちごジャムになってたので、今ちゃんとした作り方をネットで探しました。何が違ったのかというと、まず水から違いました。水はちゃんと測って、さっき私適当にバーって入れちゃったんですけど、30ml っていう分量でしたね。これをじゃあ 30ml ちゃんと測って入れます。結構30ってことは少ないね。さっき私めちゃドバドバ入れちゃったから、だから固まんなかったのかな。で、砂糖は 150g。これちゃんと測ったやつです。150g 入れます。はい。全然分量違うな。で、鍋に砂糖と水を入れて混ぜておく。まずこの時点で火つけない。ね。もうこの時点でもう違う。もうなんか、もう飴できそうな勢いだもん、これ。全然さっきと違うんだけど、もうなんか感触がもう結構固まりそうな勢い。なるほどね、もう最初から間違ってたんだ私は。混ぜたらここで火を中火にします。
私さっきいきなり強火でいっちゃったから、だからダメだったんだね。で、カラメル色になるまで触らない。あ、これ混ぜちゃいけないんだ。で、この間は8分ぐらい煮ます。すごい。ここだけですけど、カラメル色になってきました。まだあと2分あるので、まだ混ぜちゃダメですね。え、カラメル色になるまで触らない。カラメル色になったら火を止めるって書いてるんですけど、これ止めた方がいいのかな。あ、匂いがすごい。じゃあカラメル色になったので火を停止します。おお、すごい色、カラメルだ。これを水につけて冷やして、これが、うん、うん、ポリポリしてる。飴だ、完成だ。ではではでは、いちごを飴にします。おお、すごい。全然さっきと違う、完全に飴だ。すごい、トロトロしてる。美味しそう。でもこれくぐらせるのちょっと難しいかも。至難の技かもしれない。うわー、でも美味しそう。すごーい。でもなんか焦げちゃったのかな。カラメル色になっちゃったよ、いちごが。美味しそう。でもおー、でもこれあれですね、結構時間勝負かもしれない。あんまりモソモソしてると固まっちゃう待ってめっちゃやばい。冷やしまーす。ドン。なんかすごい芸術的な感じで完成。イエーイ。ちょっと見栄えやばいけどあの飴はですね、時間勝負っていうことが分かりました。ちょっと私はしゃいでちょっとのんびりやりすぎちゃって、あのうまく固まってくれなかったんですけど、でも味は美味しいはず。いただきます。うん、パリパリ。うん、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 あ、美味しい。うん、これお祭りで食べるより自分で作った方が絶対美味しい気がする。うん、でもちょっと焦がしちゃったんですけど、カラメルの味がちょっといい感じかもしれない。うん、え、美味しい。しかも結構簡単に短時間で作れちゃうから、え、これ私家で作ろうかな。めっちゃ美味しい。ただ歯にめちゃくっつくっていうのがあるけど、めっちゃ美味しい。でも全然噛めない。うん。もうパリパリ。うん。すごい耐えてるけど。美味しい。皆さんもよろしければ、いちご以外のものでも、いろいろ挑戦してみてはいかがでしょうか。私もちょっと家で。いちご以外にも挑戦してみようかな。美味しい、これ。皆様、よろしければチャンネル登録といいね、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。